マレー俳優の詩岡本道。エビの天ぷら菜の浸し物かき鍋薬っ豆腐エビとさやえんどうの茶碗盛りこういう料理をテーブルの上に並べられた時には僕も全くふるさとへ帰ったような心持ちがしましたよ。 N 君しし N 君は南洋貿易の要件を帯びてシンガポールからスマトラの方面を一周して半年ぶりで先月帰庁したのであるその旅行中に何か面白い話はなかったかという問いに対して彼はまずシンガポールの日本料理店における食べ物の話から解き出したのであった シンガポールには日本人経営のホテルもある、料理店もある。そして日本内地にある時と同じような料理を食わせると、N 君はまずその献立を並べておいて、それから本文の一種奇怪な物語に取り掛か,かった。料理のことはもちろん、この話に直接の関係はないのだが、 営業植民地のシンガポールという土地は、まずこんなところであるということを説明するために、ちょいと献立書きを並べただけのことだ。その料理店で、久しぶりで日本らしい飯を食って、何しろ僕は、マレー半島を3、4ヶ月も巡り歩いていた挙句だから、日本の飯も恋しくなるさ。全くその時はうまかったよ。 それから夜の街をブラブラ見物に出て行くと、街には芝居が興行中であるらしく、そこらに辻柄のようなものを見受けたので、僕も一種の好奇心に釣られて、その劇場のある方角へ足を向けた。実を言うと、僕はあまり芝居などには興味を持っていないのだが、まあどんなものか、一度は話の種に見物しておこうぐらいの了見で、 ともかくも、劇場の前に立ってみると、その前には、幾枚も長いヤシの葉が立ててある。日本の劇場の上りの角だね。なるほどこれは難用らしいと思いながら、入場料はいくらだと聞くと、一等席が一ドルだという。その入場券を買って入ると、建物はあまり立派でないが、原住民七部。 外国人三部という割合で、ほとんどいっぱいの大入りであった。英文の印刷されたプログラムによって、その狂言がアラビアンナイトであることを知ったが、登場俳優は皆スマトラの原住民だそうで、何を言っているのか僕らにはちっともわからなかった。幕の間には原住民の少年が、 アイスクリームやレモン水などを売りに来るので、僕もレモン水を一杯飲んで、夜の暑さをしのぎながら、ふ幕ばかりは神妙に見物していたが、話の種にするならもうこれで十分だと思ったので、僕もそろそろ帰ろうとしていると、一人の男が出し抜けに椅子の後ろから僕の肩を叩いた。あなたもご見物ですか 振り返ってみると、それはこの土地で日本人が経営している東洋商会の早瀬君くんであった。早瀬君くんはまだ25、6の元気のいい青年で、ここへ来てから僕も2、3度会ったことがある。彼はもうこの土地に3年も来ているので、マレー語も一通りはわかるのであるが、それでも妙に節をつけて歌うような芝居のセリフは、 ろくにわからないとのことであった。あなたは姉妹までご見物ですかと、早瀬君くんはまた聞いた。いや、どうでわからないんですから、もういい加減にして帰ろうかと思います。と、僕は顔の汗を拭きながら答えた。何しろ暑いんですからね。 シンガポールというところは芝居の土地じゃありませんよ。私たちも他に遊び所がないから、まあ時間つぶしに出かけてくるんです。じゃあどうです表へ出て涼みながら散歩しようじゃありませんか僕もすぐに同意して表へ出ると、2月下旬の夜の空には赤い星が一面に光っていた。これから3月4月の頃が、 シンガポールでは最も暑い時期であると、早瀬君くんは歩きながら説明してくれた。土地の人は暑いのに慣れているせいですか、芝居もなかなか繁盛しますね。と、僕は後ろを振り返りながら言った。ええー、今度の工業は外れるだろうと言っていたんですが、案外に景気がいいようです。 早瀬くんは言った。何しろ、一座の人気者が一人減ったもんですからね。死んだのですかまあ、そうでしょうね。いや、確かなことは誰にもわからないんですが、まあ、死んだというのが本当でしょうね。ご承知の通り、あの芝居はマレー俳優の一座で、 一年に三四回ぐらいはここへ回ってくるんです。その一座の中に、アントワーリース。原住民の名は言いにくいから、簡単にアンと言っておきます。そのアンというのは、まだ十九か二十歳で、原住民には珍しい色白の綺麗な俳優で、何でも、本当の原住民ではない、原住民とイタリアとの根血児だとかいう噂でしたが、 何しろ声もいい、顔も美しいというので、それが一座の花形で、原住民はもちろん、外国人の間にも非常に評判が良かったのです。ところが今度の興行には、案の姿が舞台に見えないので、失望するものもあり、不思議に思うものもあって、いろいろ戦言してみると、 アンは行方不明になってしまったということが確かめられたんです。では、どうして行方不明になったかというと、それにはまた不思議な話があるんです。若い美しい俳優の死。それが僕の好奇心をまたそそって、熱心に耳を傾けさせた。早瀬君は、 人通りの少ない海岸通りの方へ足を向けながら話し続けた。アンは去年の3月頃ここへ回ってきた時にある白人の女と親しくなったんです。その女はスペイン人であまり評判の良くない一種の高等陰梅でもしているような噂のある女でしたが、歳は27、8で器量はなかなかいい。 それがひどく暗に惚れ込んで、どうして近づいたか知らないが、とうとう二人の間には恋愛関係が結びつけられてしまったんです。さあ、そうすると、両方とも夢中になってしまって、ことにンは、年上でこそあれ白人の美しい女と恋したので、ほとんど盲目的にのぼせ上がって、いくらか持っていた貯金もみんな使ってしまう。 女の方でも腕輪や指輪を売り飛ばして合引きの費用を作るという始末で男も女もしまいには裸になってしまったんです。一座がここの工業を終わって半島の各地を打ち回っている間も女は案の後をどこまでも追ってどうしても離れようとしない。一座の者も心配して案に意見もしたそうですが 年上女に執念深く見込まれた案は、誰が何と言っても思い切ろうとはしない。それから5月頃に再びシンガポールに来て、さらに地方巡業に出て、9月頃にまた来て、また地方巡業に出る。それを繰り返している間も、女はいつでも影のように案に付きまとっていて、二人の恋はいよいよ熱烈の度を増すばかりで。 周囲の者も,も手のつけようがなかったそうです。いくら人気者だの、花形だのと言っても、アンはたかがスマトラの原住民俳優ですから、その取り前も知れたものです。それが白人の女を抱えて歩くのですから、とても舞台で稼ぐだけでは足りるはずがありません。一座の者にはもちろん、 世間にもだんだんに不義理の借金もかさんできて、もうニッチもサッチも行かなくなったんです。言いかけて、早瀬君は突然に僕に聞いた。あなたは、このシンガポールの歴史をご存知ですか僕もあまり詳しいことは知らない。しかしこの土地はその昔、原住民の酋長によって支配せられ、 シナの民朝に封ぜられて王となって、次来、引き続いて円形に入港していたが、後にシャムに併合せられた。それをまた、原住民の獣物族の州長が回復して、しばらくこの獣物族によって統治されているうちに、1819年に、英国東インド会社から派遣された、トーマス・スタンフォード・ラッフルスが、 ここを将来有望の地と認めて、重物の王と約束して、一時金六十万ドルと別に、年金二万四千ドルずつを納めることにして、ついに、英国の国旗のもとに置いたのである。これだけのことは優先会社の案内記にも書いてあるので、僕はその受け売りをして聞かせると、早瀬君はうなずいた。 そうです、そうです。私もそれ以上のことはよく知りませんが、今もあなたがおっしゃった従物の王、シュタンというそうです。それがこの事件に関係があるんです。もちろん、ラッフルスがこの土地を買収したのは今から100年ほどの昔で、その当時のシュタンが生きているはずはないんですが、その魂はまだ生きていたとでも言いましょうか。何しろ、 アンが行方不明になったのは、その主ンの墓に関係があるんです。墓を暴きに行ったんじゃありませんかと、僕は中途から口を入れた。全くその通りです。アンがなぜそんなことをしたかというと、ここらの原住民の間には、こういう伝説が残っているんです。 この土地を英国人に売り渡した重物の手段は、ラッフルスから受け取った60万ドルの中から、20万ドルを同種族の者のに分配して、残る10万ドルで自分の墳墓を作った。自分は英国から2万4千ドルの年金を受けているので、それで生活に不足はない。差し引き30万ドルだけは、 自分の死ぬまで手をつけずに大事にしまっておいて、いよいよ死ぬという時に、健康な鉄の箱の底に、その三十万ドルを入れて、自分の墳墓の奥に葬らせた。この種族の習いとは言いながら、生前に十万ドルも費やして、広大な墳墓を作らせておいたというのも、その三十万ドルの金を自分の屍と一緒に、 永久に保護しておこうという考えであったらしく、その墓は、向こう岸のジョホール州の奥の方にあるそうです。私は一度も行ってみたことはありませんが、熱帯植物の大きい森林の奥にあって、案内を知っている原住民ですらも、滅多に近寄ることのできないところだと言います。まだそればかりでなく、主ンは、 その臨終の際にこういうことを言い残したと伝えられています。俺の肉体は滅びても、霊魂は決して滅びない。俺の霊魂はいつまでも自分の宝を守っている。万一俺の紛母を暴こうとする者があれば、たちまちに命を失って、再び世に帰ることはできないと思え。 この遺言に恐れを抱いて、みすみすそこに三十万ドルの金が埋められてあるとは知りながら、欲の深い原住民もうかに近寄ることができないで、今日までその墳墓は何者にも侵されずに保存されているのです。何でも、七八年前にここに駐屯している英国の兵士たちの間にその話が始まって、 欲得の問題はともかくも、一種の冒険的の興味から、三人の兵士がその森林の奥へ踏み込んでいくと、果たして、そこに主体の墳墓が見出された。入り口にはようよう人間のくぐれるくらいの小さい穴があるので、三人は犬のようにその穴から入っていくと、道はだんだんに広くなると同時に、 だんだんに地の底へ降りていくようにできていて、およそ五十尺ほども降りたかと思うところに、初めて平地に行き着いたと言います。辺りはもちろん真っ暗で、手探りでたどっていかなければならない。ここまで来ると、一人の兵士は、急になんだか恐ろしくなって、もうここらで引っ返そうと言い出したが、他の二人はなかなか聞かない。 結局その一人が立ちすくんでいる間に、二人は探りながら奥の方へ進んでいった。それがいつまで待っても帰ってこないので、一人はいよいよ不安になって、大きい声で呼んでみたが、その声は暗い中で反響するばかりで、二人の返事は聞こえない。言い知れない恐怖に襲われて、一人は他の二人の運命を見定める勇気もなしに、 早々に元来た道を這い上がって、初めて墓の外の明るいところへ出たが、二人はやはり戻ってこないので、とうとうたまらなくなって、森の外まで逃げ出してしまったそうです。それが連帯に聞こえて、大勢の兵士が捜索に来たんですが、なんだか怖くなって、奥の奥まで進んでいくことができない。二人の兵士は、 結局どうしてしまったのかわからないということです。不思議な話ですね。と、僕も息を詰めて聞いていた。それと同時に、アンの運命も大抵想像されるように思われた。ここまでお話しすれば大抵お分かりでしょう。と、早瀬君くんも言った。 アンは金に困った苦し紛れに自分から思い立ったのか、あるいは女にそそのかされたのか。いずれにしても、シュタンの墓からあの30万ドルを盗み出そうとして、11月の初め頃に女と一緒に森林の奥へ忍んでいったんです。シュタンの霊魂がその宝を守っている。その伝説をアンは無論に知っていたでしょうし、 またそれを信じていたでしょうが、恋に目のくらんでいる彼は、その恐ろしいのも忘れてしまって、いや、恐ろしいと思いながらも、金が欲しさに最後の決心を固めたのでしょう。女は危ぶんでしきりに止めたのも、案は聞かずに断行したんだそうですが、それはどうだかわかりません。ともかくも、 女の言うところによると、二人は墓の入り口まで行って、アンがまず忍び込んだ。女はしばらく入り口に待っていたんですが、男の身の上がなんだか不安に感じられるのと、自分も一種の好奇心に駆られたのとで、後からそっと忍び込んだが、やはり地の底へ行き着いたかと思う頃に、急に葬身がぞっとして、思わずそこに立ちすくんでしまったが、 男はいつまで待っていても戻ってこない。呼んでみても返事がない。いよいよ恐ろしくなって逃げ出してきたが、アンはどうしても戻らない。日の暮れる頃から夜の明けるまで墓の前に突っ立っていたが、アンはやはり出てこないので、女は泣きながら人家のある方へ引っ返してきて、そのことを原住民に訴えたが、 原住民は恐れて誰も捜索に行こうともしないので、女はますます失望して、日本人の経営しているゴム園まで駆けつけて、どうか男を救い出してくれと哀願したので、ここに初めて大騒ぎになって、白人と日本人とシナ人が大勢駆け出していったものの、さて思い切って墓の奥まで踏み込もうという勇者もない。 警察でもどうすることもできない。結局、アンは、かの兵士たちと同じように、主体の墳墓の中に封じ込められてしまったんです。あるいは奥の方に抜け道があるのではないかという伝説がありますが、以前の兵士も今度のアンも、ことごとくその姿を表さないのを見ると、やはりかの主体が予言した通り、 再び世には出られないのかもしれませんよ。女はそれからどうしましたどうしたかよくわかりません。何でもシンガポールを立ち去って香港の方へ行ったとかいうことでした。何しろアンはかわいそうなことをしました。彼も恋にとらわれなければ、今夜もこの舞台に、 美しい声を聞かせることができたんでしょうに。その墓へ入ったものはみんな窒息するんでしょうか。と、僕は考えながら言った。さあ、と、早瀬くんも首をかしげていた。私にも確かな判断はつきませんが、ここらにいる白人の間では、 もっぱらこんな説が伝えられています。従物の王は自分の遺産を守るために、復神の家来どもに命令して、無数の毒蛇を墓の底に放しておいたのだろうというんです。してみれば、そこに住んでいる毒蛇の子孫の絶えない間は、主旦の遺産がつつがなく保護されているわけです。実際、 インドやここらの地方には恐ろしい毒蛇が住んでいますからね。言ううちに大粒の雨が二人の帽子の上にバラバラと降ってきた。ああ、シャワーです。強く降らないうちに逃げましょう。早瀬君は先に立って逃げ出した。僕も帽子を押さえながら 続いて駆け出した。